これより平成27年度青少年健全育成茨城県推進大会を進めてまいります。今日お集まりの皆さん方には直に青少年と触れ合うことによってしっかりと青少年が育っていけるように個人で覚えてもらっていることについて改めて御礼を申し上げたいと思います。青少年期を自立した社会人の基礎となる素養や力量を培う時期になるよう個人力賜りの等を期待し念願する次第でございます。一見小さな山のようになっている場所の裏にあるとそこが格納庫になっていて大岡という名前の特攻機が置いてありました。一人一人が社会や政治のことを自分のこととして考えるようになれば大岡のような悲劇は繰り返されないのではないでしょうか。盲導犬は視力を失ってしまった人にとってかけがえのない大切なパートナーです。自分の足跡を信じることです。そうすればおのずと道は見えてくるでしょう。親が変われば子供も変わるということで、平成27年9月22日に、午前10時から午後3時ですね、家にあるものを使って親子でサバイバルということでプログラムを組んでみました。子どもたちの間のいじめはどんなふうに変わったんだろうかということですね。続いてネットいじめの手口とは具体的にどのようなものがあるのか、これをいくつかご紹介をいたします。自分が仲間外れにされないように今の子どもたちは非常に強いプレッシャーのもので暮らしているんですね。こちらに来れる方は日常その団体やその地域で活動のリーダーになっている方ですから、もう参加する意欲っていうのはもう相当高い方々の集まりです。そしてその方が今までにないものを新たなものをこうその場で得て時期に変えて返そうという人たちの集まりですから、それぞれ持ち帰るものはたくさんあると思います。これより平成27年度青少年健全育成